48カ所全国暗ら、島根編2日目に突入。本日は沖ノ島に向かうため、朝早くから移動しているぜ。現在走っているのが江島大橋。こちらはかなりの急勾配に見えることから、ベタ踏み坂の名前でも知られているそうだ。ただ普通に走っていると、そこまでの急勾配は感じられない。よく見かけるこのような写真は、望遠レンズの圧縮効果を使って撮られたもの。ダイハツの CM に使われたそうなんだけど、実際はベタ踏みする必要のない緩やかな坂となっているよ。そしてこの橋を越えるとそこは鳥取県。しかし我々が目指しているのはこちらの七類港。沖ノ島に渡るためには境港か、七類港からフェリーで渡る必要がある。今回は船の時間的に七類港からの出発となるよ。しかしその前に朝食を食べておかないとな。ということで訪れたのが境港。鳥取なんでレギュレーション違反の気もするが、道中にここくらいしかお店がなかったので。こちらの洋食カンちゃんで食べていくぜ。ということでモーニングを頼んだんだけど、まさにこういうのでいいんだよってのが出てきたよ。ロールパンにハムエッグ、マカロニサラダにイチゴヨーグルト。締めにコーヒーでほっと一息。まあ実際は一息ついている暇はなく、七類港に急いで向かったわけなんだけど、すでに大きなフェリーが停泊していたよ。そしてここから沖ノ島を目指していくわけなんだが、沖ノ島は大きく二つに分けられる。三つの島をまとめた島前と、大きな島の島後。この中の千振島を目指していくよ。早速チケットを購入して乗船。沖ノ島で宿泊と観光をすれば、帰りのフェリーがタダになるキャンペーンをやっていたので、それを利用しているよ。座席も確保したし、あとは出航を待つばかりだな。ほどなくして無事にフェリーは出航。この日は波も穏やかで、フェリーがでかいのもあって、ほとんど揺れを感じなかったぜ。天気は曇りだったんだけど、それでも日差しは結構強い。しかし潮風に当たっていると心地いいぜ。この季節の水蒸気も相まって、しばらくすると陸地も見えなくなり、あたり一面の大海原が広がる。2時間ほどの船旅なので、少し休むとするかな。そして船室でゴロゴロしていたら、あっという間に島が見えてきた。あっちに見えるのは中の島かな？それはさておき降りる準備をしておかないとね。船を降りるのにドタバタしたため、映像はないんだが、無事クリー港に到着。港ではいいバイクが借りられるので、ここでは自転車に乗って島の観光をしていこうと思うよ。自転車を借りた際におすすめのコースも教えてもらったので、まずは赤萩山展望台、そして石壁を回って港に戻ってくるぜ。これでだいたい3時間ぐらいのコースだね。ということでここからは GoPro の映像だぜ。最初マウントする場所があまり良くなくて、下向きの映像だったんだけど、すぐにまともな映像になるのでちょっと勘弁。こちらの自転車は電動アシストがついており、どんな坂道でもへっちゃら。とはいえず、最低限の体力は必要になってくるぜ。それでも十分すぎるほどアシストしてくれるので、お年寄り以外は楽しくサイクリングできると思うよ。そして自転車を走らせてすぐに、目に入るのがこちらの河合の湧水。島根の名水百選に選ばれており、これまで枯れたことがないんだそう。淡水レンズという現象で、地下に溜まった真水が地表に流れ出ているそうだ。離島では貴重な水資源だね。ここから先には自販機もない山道が続くので、喉を潤してから先に進もう。我々に喉はないんだけど、とっても美味しい水だったよ。タヌキに別れを告げると、
すぐ海が見えてくるんだが、こちらは後醍醐天皇が流された島でもある。後醍醐天皇は鎌倉幕府を倒そうとしたのがバレて、この地に流されることになる。しかしその一年後に脱出し、足利尊氏を味方につけて、鎌倉幕府打倒に成功しているぜ。まあなんというかバイタリティに溢れた人だよね。尊氏とも仲違いし南北朝時代へ突入していくわけだが、後醍醐天皇もこの光景を目にしていたのかな。やたらとブレーキ音がうるさいけれど、ここからはアップとダウンが繰り返される、山道となっている。完全にシーズンから外れているってのもあるんだろうが、車とは一切すれ違わなかったぜ。そして自転車を走らせていると、遠くに黒い点が見えてくる。こいつらが黒い点の正体、沖竜だぜ。こうして見るとあまり大きくないように見えるけど、実際近くで見るとクソでかいよ。子牛はまだ可愛いもんだが、親牛になると立派な角が生えていて、威圧感がすごいぜ。この角で疲れたらただじゃ済まないだろうね。そんなことを考えながら走っていると、急に鉄の足場が出現した。ガクガクしながら渡り終えると、アスファルトには茶色いものが落ちている。うんこだこれー。実は道前では牛の放牧が行われていて、中心地から外れると普通に牛が歩いているぜ。特に千振島では面積の半分が放牧地に利用されており、一番牛を見かける機会が多かったよ。この島では巻き畑と呼ばれる、輪転式農業が行われていたそうで、放牧用、大豆用、麦用、休耕地というように分けて、連作障害を避けていたそうだ。左側に見える石垣はその名残なんだそう。まあ編集時に初めて石垣に気づいたぜ。だってうんこを避けるのに必死だったからね。うんこでスリップして怪我したなんてことになったら、運がついているのに運がないなんてことになるから、事故らないように注意して運転していたぜ。気分はまるで酒芸をプレイしているかのようだったね。そういえば昔牛の糞を避ける、クソ芸をプレイしたことがあったな。まあそんなこんなで赤ハゲ山まであと少し。この辺りになると鉄の足場が増えてくるんだが、こちらはテキサスゲートと呼ばれるもの。牛はこういった足場を通りたがらないそうで、これ以上先に侵入しないように設置されているよ。結構間が広くて足がはまりそうなので、歩いて渡るときは気をつけてね。そして赤ハゲ山展望台に到着。ここからは島の全域が眺められるぜ。こうして振り返ってみると、結構な道のりを漕いできたんだなって感じだね。北の方を向くと海の向こうに島が見える。こちらが西の島だね。そしてそれより遠くに見えるのが中の島。これらが道前だね。この三つの島は内航線で結ばれており、バスのような感覚で渡ることができるぜ。ちなみに赤ハゲ山という名前だけど、赤土なのと木が生えていないことからが由来だそう。さらに千振島には薄毛という地名もある。なぜかハゲに厳しい地名が多いね。一通り眺めを堪能したので、今度は石壁へ向かおう。そしてここからより牛が増えるぜ。牛の反応も十種十色で。こちらにビビって滑りそうになって逃げるやつや。こちらに気づいてゆっくり道を譲るもの。地面に座り込んだまま動こうとしないものなど、その性格は実に様々。ただこちらから危害を加えなければ、襲ってくるようなことはないだろう。触れるように調教されていないので、
触ろうとはしないようにと説明されたよ。ちょっと横を通してもらって、先に進むとしよう。同じように牧草とうんこと、獣臭漂う道路を下っていくと。牛が入ってこれないようになっている。柵に囲われた遊歩道が見えてくる。ここをしばらく歩いていくと、目的の石壁が見えてくる。ここでかつて義、呉、蜀が覇権を争ったという、ことはもちろんない。もともと地元では赤壁と呼ばれていたそうなんだが、三国志にちなんで石壁と呼ぶようにしたそうだ。ここはもともと500万年前に活動していた火山で、溶岩中の鉄分が酸化し、このような石壁となっているそうだ。透き通る青い海との対比が実に綺麗だな。実は隣の西の島から船が出ているそうで、下からこの壁を眺めることができるそうだ。ということで、ここから港に戻っていくんだが、その道中でやたらと牛と仲がいいカラスを発見。実はカラスによって牛舎の牛が襲われるということが、発生しているようなんだけど、どうもこいつらは違うみたいだね。どういう理由があるのかわからないが、カラスは牛のそばを離れなかったぜ。その後無事自転車も返し終え、本日のお宿にたどり着いたよ。こちらはホテル千部の里。見てわかるようにちょっと小高い丘の上にあり、どっちを見ても景色は抜群。お部屋の中はこんな感じ。って、逆光で見づらいな。和室もあるそうなんだけど、ベッドが二つの小綺麗な感じの部屋だね。ベランダからも眺めは素晴らしく、外を見ていて飽きることはない。すぐそばにはグラウンドゴルフ場があり、地元のお年寄りらしき人たちが、ゴルフを楽しんでいたよ。そして夕方になると可愛い訪問者が、ゴルフをしようと訪ねてくるぜ。それがこちらのタヌキたち。さっき水の番をしていたはずなんだが、定時で仕事上がりなのかな？ホテルのすぐそばのゴルフ場なんだけど、5、6匹は確認できたよ。ここでは遠いのでもうちょっと近づいてみよう。ということでそろそろと忍び寄ってみたんだけど、ある一定距離に近づくとこちらに視線を合わせてくる。これが近寄れる限界のラインだぜ。これ以上近寄ろうとすると、さっと身を翻して逃げてしまうよ。タヌキも食事に現れるようないい時間なので、我々も夕食にするとしようか。今回は食事付きのプランだったので、豪勢な夕食がついてきたよ。離島だとお店がやっていなかったりするので、こちらの方が安心だな。まずは前菜なんだけど、右がエビとキュウリのからし酢味噌和え。ちょっと甘めの味噌の味を、からしがうまく締めている。お隣のヒラマサと青ネギは、焼肉の塩ダレのような味付け。一番左はマスと新玉ねぎのマリネ。玉ねぎの甘さと食感が加わることで、よりあっさりといただけるよ。お次はイサキの炙り。イサキは焼いても美味しいんだけど、ちょうど今頃が旬なんだとか。軽く炙られた皮がコリコリとしており、甘めの醤油とマッチしていたぜ。こちらは春菊の茶碗蒸し。春菊のソースが上にかかっているんだが、それだけ舐めてみるといまいち。しかし中の枝豆と茶碗蒸しと一緒に食べることで、一気に美味しさが開花するよ。そしてこちらは岩ガキのグラタン。上にかかっているのはオーロラソースのような感じで、岩ガキのクリーミーさを引き立てつつ、トマトの酸味とピリ辛のスパイスで、しつこさを感じさせない味になっている。隠し味にベーコンがちょっと入っているのかな？お次はカマスの塩焼き。生では水っぽいそうで、焼き物などで食べられることが多いそうなんだが、火を入れるとプリップリの食感が嬉しい。
そのおかげかタンパク差が気にならないね。そしてついに和牛のもも肉ローストが登場。もしかしてお前さっき言ったやつなのか？まあ美味しくいただくんだけどな。こちらは赤身肉なのであっさりとしているんだけど、噛むたびに肉の旨味が広がる。後ろに隠れてしまっているが、ナスがトロトロになるまで炙られており、ズッキーニと合わせて美味しかったぜ。そしてお次はお寿司。右が青旗で左がカンパチだったかな？青旗食べたことがなかったので、その名前を聞いた瞬間他が吹っ飛んだよ。足が速い魚だそうで、鮮度が良くないと刺身は無理なんだとか。白身のお寿司として、求めるものがしっかり詰まったネタだったね。ということでお吸い物で一息ついて。パンナコッタで締め。あとは寝るだけって感じなんだけど。このゴルフ場が絶好の撮影スポット。沖で人口が一番少ない島なので、郊外がかなり少なく、ちょっと離れただけで星空撮影が簡単にできてしまうぜ。ということで初めての星空撮影を、試行錯誤しながらやってみたよ。ISO感度、シャッタースピードなんて、全くわからなかったんだが、いろいろ調べて調整していったぜ。ということでこの設定を使って、タイムラプス動画を撮影してみたよ。それではその映像をどうぞ。